はい、皆さんこんにちは。ひなぴこと西野ひなです。今日はですね、なぜこんな静かな画面から始まっているかと言いますと、前回時間を見余ってしまい、一気にね1時間40分分ぐらい収録を録音をね録画をしちゃったので、このちょっと分割をいたしまして無理やりナレーションを続けております。ということで続きからどうぞ。ここからはね少しずつこう話とかも少なくなってくるので進めやすくなってくると思います。ふん、朝の空気って気持ちいいな。ここ多分ランダムですね、こう初めの人は。あ、おはようございます富士さん。今日も頑張ろうか。富士は青春学園の主人公の、学校にいる、3年生です。この人も天才と言われる人です。夢小説の中ではすごい黒い笑いを浮かべる人ですね。では今日からはアトベとも話し合って決めたスケジュールをもとに各自行動をしてもらう。基本となる1日のスケジュールはこうなっている。全然見えないんだけど。ほう、思ったより作業時間が少ないな。ま、何にしても自由時間が多いってのはありがたいぜ。その分、きっちりと練習はこなしてもらうぞ、赤やかい。へいへい、分かってますって。一応ね、合宿で来てるので、めっちゃ練習をしていきます、皆さん。え、こんな時でも練習はするんですか？まあ、もともとこの合宿所に来る目的は、サバイバルによる精神訓練だったわけだし。大石は青春学園の副部長ですね。結構苦労症な。ちゃんとその辺はこなしておかないとね。こんなことで練習不足になったなんて言い訳にならないからね。高さんも青春学園の3年生です。そういうことっすね。龍馬は青春学園の1年生です。主人公ですね。でも練習用の道具とかもないですし。だったら走ればいい。下半身の強化は重要だ。カイドウは青春学園の2年生です。腕立てや腹筋でも構わんしな。立花さんは不動民の、なんだっけ、部長です。ラケットとボールはあるからラケッティングぐらいはできるでしょう。イブは不動峰の2年生です。洗濯や掃除、薪割りなどは各自の判断で行っていいのか。真田は言ったっけ。真田は、立会の部長です。あ、違う、部長じゃない、副部長です。ああ、空いた時間は練習などに使っていい。まあ巻き割りは練習の代わりにもなるしな。慣れない生活のスタートだが、みんな油断せずに行こう。油断せずに行こうは手塚の、口癖です。了解っす。無論だ。今朝はまずこの合宿所近辺の地形を把握しておくんだ。それと真田、ヤニュー、ニオは救難信号を作るのを手伝った。近くの開けた場所に SOS の文字をつく。それとのろしの準備も必要だ。のろし？わかった。本格的な作業は午後から開始する。以上だ。ほい。じゃあ早速行きましょうか。今10時だから昼までだと4回ぐらい何かできるかな。めっちゃ詳しくなんか設定の話してくるやんね。4回ぐらいこの話すあれが出てくるのかな。あ、なんか誰か集まってますね。話。あ、押したりいる？押したりはいる？あ、押したりくんいないですね。話。散策、巻き割り、水汲み、散策。話。なんかね、多分この広場さっきなんかメンバーがシューって集まってたと思うんですけど、その集まってる時はなんか多分ねみんなで話してる時だったと思うんですよね。あれ違ったかな。なんかみんなで話してる時だった気がするので、ちょっとそっちに行こうかなと思います。違ったらごめんなさい。いないよね、押したり。いないよね。あ、でも押したりの
ダブルス、ダブルスよくやってるんですけど、押したり押したりの、あのそのペアがガックンなんですよ。この向垣ガクトっていう子なんですけど、だからもしかしたらガックンと話したらオッシーの話題が引き出せるかもしれないとか、そういうの考えながらやる場合もあります。今回ちょっとなんか集まってそうだったので、ちょっと二王と話していきます。おいおい、あらなんかね、こんな感じでなんか話に割り入ってくる時があるんですよ。なんか入ってくる時があるんですけど、これはなんかもし狙ってるキャラクターに話しかける時にこうやって話しかけてきたら、基本無視というか、いやごめんなさいって言うんですけど、ちょっと話が、そうこんな感じなんですよね。で多分今忙しくてってなったら、このキャラクター、今話しかけてくれてるキャラクターの好感度はちょっと下がっちゃうんですけど、私は下げちゃいますあ、この子はね同い年なので。そうか、ならごめんね、カイドウが話しかけてくれることなんてなかなかないのにね、ごめんね。なかなかね、結構なんかシャイというか、結構なんか硬い感じのキャラクターなので、あ、こんな感じですね。あのここ SOS が多分みんなでやるって言ってたから、ここが多分すまんな、あの仁王と手塚ら辺が多分みんな固まって作業をしてますね。では行こう。なぜか仁王に話しかけたのに手塚がすごいメインで出てくるっていうこの辺りなら見晴らしもいいですし、合宿施設にも近いですね。のろしもすぐに上げられそうです。うんうん、そのようだな。どうだ手塚さん。そうだ、そうだな。よし、ここに SOS サインを制作する。野牛と仁王は手頃な大きさの石を集めてくれ。帰って集まったメンバーだったらあれだったかな、分かりました。話が長くなるかな。了。仁王に話しかけたんだけどな。私は何をすればいいですか。お前は河原付近に落ちている薪を拾ってくれ。はい、わかりました。ここで仁王話しかけてました。あ、違うね。こんなものを作る羽目になるとは思いませんでした。しかしこういう作業は新鮮ですね。この二人は初めペアでしたね。この二人どっちとも立海大附属の3年生です。そうですね。なかなかよくやってくれたな。ありがとう、真田が褒めてくれるなんて。はい、ではそろそろ帰るか。帰りましょう。この二人が中学3年生だなんて皆さん信じられないでしょ本当に思う。多分次ぐらい押したりいるんじゃないかな。押したりなんかね、この忙しいって出てる時に話しかけると、今忙しいからって言って断られる可能性が高いです。あ、いたいた、押したり、お話ししましょう。じゃんじゃん。あ、押したりさん、こんだけ押しに話しかけたらさ、まあ、普通の中学生だったらさ、みんな、あ、あいつ絶対お二人のこと好きなんだぜってなりそうだよね。お二人さんはどうして山側を選んだんですか。両手なら海側の跡部さんと一緒かなと思うんですけど、まあ、同じ学校だよね。お嬢ちゃんが山側におったからよ。こういうこと言うんですよ、お二人くんは。本当にずるいよね。でもね、あのこれ決まった後に私山側に決まったからねそうだよ、皆さんも、あ、違う、私たちは皆さんが別れた後に分けられたので、その答えはおかしいですよ。もうなかなか冷静なツッコミよねでもそういうところなんですよね、お二人くんは何か言いたくないわけがあるんですか。それなら無理に聞いてしまってすみませんでした。いや違うで、俺が山側に来た理由はガクトが山側に行きたい言うたからや。そう、さっき言ってたね、向井ガクトくんがあの同じペアなので仲良しなんですよね。そうやな、あいつは見てて飽きひんな。上がりましたね。なんか半分しか上がんなかったけど、あ、こんな感じでキーワードのテニスがね使われます。だから普通に話しかけた時に使う会話プラスキーワードがあると、プラスの会話で好感度がね上がりやすくなります。ちょっと聞きたいんですけど。なんや。おしたりさんってどんな感じのテニスをするんですか。どんな感じ言われてもな、説明しにくいで。まあ、あえて言うなら普通やな。嘘つき。普通ですか。ああ、苦手なプレーはないからな。
要するにオールラウンドプレイヤーや。しれっとね、かっこいいこと言いますよね。何でもこなせるってことですか？まあそこまで言うたら自慢になるから言わんけど、半分言ってるようなものですよ。あとはゲームを組み立てるんが比較的うまい方やろな。天才ですからね。ゲームの組み立てですか？ああ、そやからダブルスを組むことが多いんや。あ、ルカヒさんとか。そういうこっちゃな。惜しいとお話できるの嬉しい。あ、1個半上がりましたね。まだね、全然選択肢がないので、あの、失敗することはないですね。オッシーいるかな。押したりいますね。ちょっとずっとオッシーと話してると他の人と話したくなっちゃうんだけど、まあ、押したり話しましょう。これさ、だってさ、さっきのさ、何時かの時点で、あら、あ、声を話しかけてきた。何時かの時点でさ、押したりと話しに行ってるのにさ、その数時間後にまた押したりと話しに行くってやばすぎるでしょ。あかや、ちょっと話したいな、あかやと。俺と話さね。いや、もうこんなんさ、口説かれてるようなもんじゃん。ちょっとあかやね、好きなんですよね。あの、立会はね、プリガムレッドがすごい好きで、あの、レッドが赤やなんですけど、プリが、ニオで、ガムがブンタで、レッドが赤やなんですけど、この3人がね、ちょっと好きなんですよね。ちょっと断るの心苦しいな。心苦しいな。ごめんね、赤や。あ、ごめん、今ちょっと忙しくて。なんだよ、付き合い悪いな。ごめんそんな怒らんでいいやん。ごめんよ。あ、おしたりさん。ん？ああ、お嬢ちゃんか。あ、そうそう、なんか今まで触れてなかったんですけど、お嬢ちゃんって、あの、一生言いますこの子。どうしたんですか？探し物ですか？そうやね。ボールがどっか行ってしまうよな。多分この茂みの中だとは思うんやけど。でしたら私もお手伝いします。そうか、そら助かるわ。お嬢ちゃんはそっち側探してくれるか。ほーい。ボールとないな。どや、あったか？いえ、それは。そうか、もうちょっと奥に行ってしまったんかな。山ん中でボールさ見失ったら結構大変だよね。すまんな、頼むわ。今はボール貴重やからな。確かに。はい、この辺なら。あった。え、いやいやいや、ベタだな、ベタだな、それは。あったって絶対さ、前にあったらさ、あったってなるじゃん。そんな2人が重なりあることないよ。お嬢ちゃんも同時に見つけたんか。いや、こういうのね、分かってはいるんだけどね、突っ込みたくなっちゃいますよね。ん？なんで謝るんだ？いや、もうこういうね、さらっとしたところがオスタリコはいいんですよ。手がどなんかしたんか。こうね、しらばっくれる感じね。いいよ、そういう、なんか分かってても、こう、大人の余裕みたいな、ね。ああ、すまんな。いやー、ずるいなー、ほんとに。ずるいなー。キザなんですよね、本当に。おしたりくんはね、キザなんですよ。お嬢ちゃん、照れた顔かわいいで。絶対中学生こんなこと言わへんからな。言わへん、絶対。もう、からわないでください。すまん、すまん。ボール見つけてくれて、ありがとう。かっこいいな。こういうところが好きなんですよね、おしたりくん。今、あの、ハートがね、ちっちゃいハートが全部溜まったので、大きいハートがちょっと上がりました。めっちゃ小刻みに話していくな。なんか今龍馬がドキドキしてたな。ドキドキしてるな。あ、ひよしのこの噂があるんですけど、あとな、この噂ってなってると思うんですけど、これはなんか、ひよしと話したら他の人の噂が聞けたりとかして、あの、キーワードがね、手に入る場合があるので、この日吉以外をこう攻略したいとかで、例えば日吉は、あの、押したりと同じ学校の生徒なんですよね。だから、日吉と話したら、日吉2年生なんですけど、日吉と話したら押したりの話題が手に入る可能性があるって感じですね。だからここで、まあ、押したりいないんで、あ、いたね、いるか。
お二人いる場合はお二人に行った方がいいと思うんだけど、もしここの時にお二人がいなかったら、まあ、あのピヨシのとこ行って、噂を聞くのもありって感じですね。なんかさ、これさただ実況してるだけなのにさ、なんか説明みたいになってるよね。お二人さん、さっき話したのにね、お二人さん、氷帝の監督の榊さんってどんな方ですか？なんでまたそんなことが聞きたいんだ。私たちを船に乗せてくれたり優しい人だと思ってたんですが、向井さんが変人とか言ってたので気になってたんです。うん、確かに変人ではあるやろ。まあね、太郎はね、変人ですね。40過ぎたおっさんが言ってよしとかポーズ付きで指示するんやで。まあこれね、あの原作してる人だったら知ってると思うんですけど、あの榊太郎はあの氷帝のね監督なんですけど、なんかね、言ってよしって言って、あのこうちょっとポーズは私が何度やろうと皆さんにはちょっと見えないと思うんですけど、なんかねポーズをして周りから見たらおかしいと思うやろ。それ以外にもね、変わったところは結構ありますね。まあ優しいというより責任感は強いよな。ただ夏の炎天下で試合してる時にスーツで試合見るんはやめてほしいもんやな。そうね、太郎ちゃんはいつでもスーツ見とるだけで汗出るわ。それは確かに。あ、降るんだ、こうかな。そろそろ昼食の時間よね。さっきから30分しか経ってないけど。私たち本当に大丈夫なのかな。お父さん無事でいるのかな。どないしたんや、お嬢ちゃん。ここは、この昼になった時点で一番好感度が高い人が話しに来ます、確か。あ、おしたりさん、悩み事でもあるのか。あ、いえ、その隠さんぜ。ちゅうても、だいたい察しはつくけどな。ずっとね、ちょっとお父さんのこと心配してるので。心配なのよ、お父さんのこととか。あ、はい。気持ちはわかるけどな、今は自分のことを考えるのが先や。捜索はしとるんやから、いずれお父さんは見つかるから。はい、俺らも頑張って探したいから。自分は気しっかり持ってな。優しいな、おしたりくん。俺らにできることやったらなんぼでも協力したる。せやからあんま暗い顔せんとき、せっかくの可愛い顔が台無しやで。こういうこと言ってくれるわ。元気だし、ほな昼飯一緒に食べに行こうか。食べましょう、食べましょう。そうよね、私も頑張らないと。この子はね、もう一生お父さんの心配をしてるので。一生じゃない、ね、昨日乾と柳に作ってもらった作業スケジュールだが、今日の振り分けはこうなってる。探索については調べるべき大まかな場所は地図に書いておいた。余計な被害を出さないためにもこの範囲を越した探索は行わなくていい。はい、わかりました。いやーげ、何しろ。はい、お前はどれでも構わない、好きな作業を手伝ってくれ。毎回そうなんよね。毎回そうなんですね。探索の場合は共に行きたい人間を選んでくれればいい。これでさ、毎回さ、オッシーのとこに行ってるんだからさ、そらみんな、いやもうあいつは押したりだろうってなるよね、絶対。はい、わかりました。それとみんなに山歩きのコツを教えておこう。山歩きのコツ、作業となれば山道を歩くことも多くなるからな。確かね、手塚は公式ファンブックで、あの好きなこと、趣味だったかな、なんかね、山歩きだった気がする。ああ、まずは足の裏全体を使って歩くことだそうしないと余計な力が入り靴ずれを起こしたりする。そしてもう一つ、歩幅を狭くする。うん、歩幅を広く取ると体のバランスが崩れやすい、また疲れやすくなるめっちゃ説明してくれるじゃんでは今言った点に注意して、なるほどとか、各自作業にかかってくれ。はい、探索は2時と3時の2時と3時出発の2グループに分かれてるんだっけ。おしたりいるかな。
少ないね人は。多分押したりについていったら、あのみんな釣りメンバーなので、なんか釣りの会話に自然的になんか自然になります。多分釣り誰と言ってもこのなんか全員の話になります。今日は全員で合同して魚釣りをしようと思うんだ。はい、うん、各自バラバラにやるよりは効率がいいだろう。サンセス毎回言ってないバラバラにやるより効率いいだろうってずっと言ってない。俺も構えへんで。それじゃあ行きましょう。それじゃ全員合同で魚釣り開始。ビッグマルさん、おい、たまみ持ってきてくれないか。了解です。うん、それそれ、結構大物がかかったんだ。本当だ、大きいですね。うん、下手に釣り上げるとバレちゃうかもしれないから、玉編みで作ったよ。わかりました、よっと。そんな、こんな簡単にありがとう。こいつは大物だ。30センチぐらいありますね。なんて魚ですか？これはヤマメだよ。へえ。きたきたきた、リズムに乗るぜ。うん、やるやん。調子みたいね、神尾くん。あお、絶好調だぜ。こいつで6匹目だ。神尾は不動峰の2年生です。甘いな、サイズが20センチあらへんのが多いで小さくても1匹は1匹っすよ。そやけど15センチ以下のは逃がしたり、まだ小さすぎれば。ああ、あまり小さいのは放流するという釣りのルールもある。ちゅ、まあしょうがねえか。あー、ダメだ、また餌だけ取られた。かわいい、きくまる青春学園の3年生です。大石副部長のペアですね。ゴールデンペアです、ね。なんで俺だけ1匹も釣れないんだよ。大丈夫だよ、釣れるよ。エイジ、焦りすぎだよ。この2人がね、ペアです。うん、この辺りの魚は人の気配に敏感なようだ。むやみに物音を立てたりしては逃げられるだけだ。私もまだ2匹しか釣れてないです。夏場は餌が豊富で釣れにくいって言うからな。焦らない方がいいよ。ありがとう。それに本来なら昼より朝や夕方の方が釣れやすいからな。なんか朝とかに行くイメージは確かにあるよね。あ、来ました。焦ったらあかん。そこはもう少し待った方がいい。押したりのそのさ、なんかテンションで言われるとちょっと面白いんだけど。はい、よっしゃ、今や。はい、でけえぞ、バラすなよ。はい、あ、分かってるけど重い。待ってて、今玉編みを持っていくから。今度は押したりじゃなかった、大石が玉編みを持ってきてくれますね。落ち着くんや、無理に引っ張りすぎたらあかんで。もうやってくれはい、頑張れ。ありがとう。よし、今だ。はい、見事だ。40センチ近くあるヤマメだ。おお、嬉しい。今までで一番の大物じゃんか。いや、褒められると嬉しいね。やるな。やった、皆さんのおかげです。よし、俺も負けてられないぞ。あ、頑張ろう。かわいいな、キクマル。そろそろ時間だな、この辺にしようか。あ、そうだな。結局今日一番の大物を釣ったのがお嬢ちゃんだったな。ねえ、偶然ですよ。まあ全員で40匹以上釣れたし、今日は大量っすね。俺もなんとか5匹釣ったしね。みんな忘れ物はないな。戻ろう。次の時間ですね、3時、おやつの時間。手塚、大石、乾、柳。この2人仲いいね、乾、柳。ちょっと待って、おーし、たりくんは
あ、いない。おしたりくんがいないと誰に言ってもいいということですね。誰でもいいからちょっと好きなキャラクターのところに行きましょうか。赤やにしようかな。あれどうしたの桐原くん。お、ちょうどいいとこに来た。これ解けるか。解けるか。何、知恵の輪暇だね。さっきこれで少しは頭を活性化させなさいとか言ってなるほど、野牛先輩がくれたんだけどよ、なかなか難しくて解けねえし熱いしでイライラするぜ。赤はこういうの苦手そうだね。そんなにイライラしてたら解けるものも解けなくなるよ。じゃああんた解けるのか。え、私どちらかというと苦手かな。なんだよ、あんたもできねえのかよ。期待させんなよ。私が解いちゃったら無って。分かった、貸してちょうだい。あとはこれをここに通して。すげえな。まだ解いてないよ。ここはどうしよう。わかんな。この待って、これに関してはさ、現物見てないからさ、もうさ、あの攻略本見ないとわからないよね、これに関しては。まあ赤や攻略対象じゃないので何でもいいんですけど。じゃあ右の穴から通す。あ、できちゃった、できちゃったですね。マジであんたすごいな。じゃあこれは後で柳先輩に見せるぞ。ダメでしょダメでしょ赤や。いや本当にね。あ、これ1個だけだったから、もしかしたら赤やにやらせる選択肢をした方が良かったのかもしれない。うん、そんなの俺の試合見に来れば一発でわかるって。あ、遠回しに試合にを見に来てということですね。そういうことですね。口じゃ説明できないの。んなわけねえだろ。俺のテニスはな、何よりもスピード第一。早く動くってこと。違う、早く終わるんだよ。早くってどれぐらい。関東大会の最短記録は14分1秒。それって早いのかどうなのか私にはよくわからないんだけど。あのな、まあいいや、説明してやる。優しい。普通1セットマッチだと早い試合で20分くらい、長いのだと2時間くらいかかるんだよ。そんなに幅があるんだ。20分切りゃかなり早い試合だ。15分以下なら神業ってとこだな。あ、それじゃあ14分1秒って、ま、俺にしかできない記録だろうな。へえ、すごいんだ。だからそう言ってんだろ。かわいい。もうなんか最近かわいいかかっこいいしか言ってない気がしてきた。次こそ押したりくんいるかな。30分だったかな。押したり、押し、あ、いた、広場にいましたね。暑いですね。急に暑いですね。そうやな。海に入りたいよな。そうですね。体力使うけど気持ちいいと思いますよ。うん。自分水着は持ってきたの。そこですね。持ってきてはいますよ。よっしゃ。まあ、南国にね、行く予定だったから。ならどんなんが当てるで。白のビキニやろ。好みですか。それはおしたりさんの趣味でしょ。うわー、何この巣。なんかさ、選択肢がさ難しいよね。押したりの好みはなんかワンピースではなさそうだよね。でもさ、ビキニは行き過ぎなような気もしなくはない。中学生だし。いや、押したりだからビキニなのかな。てか私本当に今まで基本的に選択肢、私なんかあのゲームオーバーになるのが嫌だから、毎回ね選択肢を何攻略本で見ながら設定してきたんですよね。選択してきたんですよね。そうだからこうやってね、ちゃんと自分で考えてね、選択肢をすることが初めてなんですよ。どうしよう。押したりだったらビキニは行き過ぎなのかな。でもセパレート、なんか自分の感覚からするとなんかセパレートはあんまり色気がない感じはするんだけど、まあもうね、あの年齢も年齢なんであれなんだけど、私だったらビキニを持ってくるけど、ワンピース難しい。これどれが一番いいんだろう。セパレートぐらいにしとく。ビキニはなんかちょっと一人だ
はちょっと色気がなさすぎる気がするからセパレートにしとこう。うん、そうしましょう。セパレートですよ。自分もっと限界に挑戦せない。せっかくの。え、残念がられる。それでも何個上がる？え、半分しか上がらなかった。普通でいいです。え、これ何が正解？ビキニが正解だったのかな。ワンピースもだってさ、絶対さ、もっと限界に挑戦せなって言われそうな感じだったよね、今の。押したりいるかな？いないですね。あ、じゃあ、ちょっと日吉くんの噂があったので、誰の噂になるかわからないけど、日吉くんで噂を聞きましょう。ピヨシ。日吉くん、ちょっと聞きたいことがあるんだけど、聞きたいんだけど。なんだよ。やっぱりね、押したりくんのこと聞くと思った。どんな人？そんなの俺に聞かなくてもお前の方がよく知ってるだろ。ちょっともうね、ここでバレつつあるんだよね、多分ね。ここさ、結構さ、押したりくんと話してるのを知ってるから日吉がこんなこと言ってくるんだと思うんだよね。そんなことないよ、私知らないことが多くて。まあいい、教えてやるよ。いや、サピー、あの人はいわば天才だ。そう、天才なんですよ。あ、入れましたね。このキーワードまた、あの、押したりと話した時に使えます。天才テニスのってこと？ああ、何をやってもあっという間に上達する。人の技だって簡単に自分のものにするしね。おしたりくんはね、容量がいいんですよね。おしたりさんってすごいんだ。なぜか好感度が上がりました。おっしーのことを聞いてるのに好感度が上がりました。おしたりくん、おしたりくん、押したりくんはいるかな。あ、あ、いたいたいた。使えるかな、キーワード。あ、押したりさん。ああ、どこに来てくれたわ。あ、ミニゲームですね。なんか何のタイミングであるのかよく分かってないんですけど、なんかね、ミニゲームがあるんですよ。おおきに。確かミニゲームで好感度は左右されなかったような気がするんですけど、なんか2種類ぐらいあるのかな、ミニゲーム。よし、ほな行くか。これね、あのパワーのところでまずこの赤いところで止めて、で下の青いところでその後止めたらいいって感じ。こんな感じですね。ちょっと下手だった。うまいもんやな。ありがとう。こんな感じですね。多分関係なかったと思うんだけどな。よし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 。え、こやって言われた。よしよし、え、こや。同じこと繰り返された。こんな感じですね。なかなかやで、自分。ありがとう。メダル、あれ、メダルなんだっけこれか。ミニゲームをすることで景品のメダルを入手します。入手したメダルは景品リストに登録されます。全種類集めるとボーナスアイテムをもらえます。コンプリートを目指して頑張りましょう。あ、そんな感じか。あんまり好感度とかは関係なさそうでしたね。付き合う。好感度は上がらなかった。あ、ミーティングの時間だ。食堂に行かないと。なんか朝と夜、夕方にミーティングをするのかな。では、今日の探索の結果を報告してくれ。村を見つけました。パイソンだったっすけど。鳥居があったっすよ。神社はなかったけど。湧き水を見つけました。ただ、水を汲みに行くには遠すぎるっす。みんななんか見つけるけど、なんかあれなんだね、マイナスなことがあるんだね、絶対。うん。一応地図には書き込んでおこう。そうしましょう。小川がありましたよ。この合宿所内を流れている川の支流でしょうね。滝を見つけたぜ。ここの川のずっと上流だ。うん、ほう、滝か。果物がいっぱいになっているところを見つけたよ。ここから近いし、食料調達にはいいんじゃないかな。いいね、果物。同じく山菜がある場所も。めちゃめちゃあるじゃんね、いろいろ。ではその2つは食料調達の際に使う場所に入れておこう。報告は以上だな。はい。先生方は見つからなかったのか。残念ですが、
まあ、でも正直さ、まあ、これゲームだからあれだけど、こんだけさ日にち経ってて先生とかさ、先生とかお父さん見つからなかったらめちゃめちゃ心配だよね。え、大丈夫ってなるよね。結構精神的にやられる。心配するな、大石。明日はもう少し捜索範囲を広げる。うん。では、以上でミーティングを終わる。はい。で、夜かな。あ、まだあれか。これがあるのか。みんなの様子見てこようかな。みんなとか言いながら、結局、押したりくんのところに行くんだよ。あ、でもガックンが噂を持っているな。多分ね、今、押したりくん、みんなとお話をなんかしてて、なんかな、ゲームだったかな、してたんですよね。だから、ガックンの噂聞いててもいいけど、まあでも、押したりがいないときにしよう。押したりとか行ってきますね。もう一人の会話が激しいよね、本当に。手塚さんに乾さんに押したりさんに何の話か。基礎練習もええけど、ちょっとは本格的な練習もしたいとこやな。うん、実戦の勘が鈍るのは避けたい。大石も言っていたが、やはりコートが必要ということか。なあ、そういうことや。何の相談ですか。ああ、練習場所のことでな。コートがあった方がええなっちゅう話や。テニスコートですか。広場は使えないんですか。ああ、広さに関しては問題ない。綺麗に整備されているしな。問題はネットやな。ネット、ロープを張って代用はできるかもしれない。コードボールには対応できない。確かに。それにコードボールってボールがそれた時に困る。ネットの一番上にポンって当たって落ちる。この前も矢の中にボールが入ってもてな。そうだったね。探すのにえらい苦労したい。そうは言ってもフェンスはさすがに作れそうにない。まあでもネットがあるんとないんとではえらい違いや。そうだな。何か探してみよう。ああ、頼むわ。ネットか何か使えるものがあるといいんだけど。7時半、30分経ちましたね。30分ってさ、絶対さっきの話の続きになるよね。あ、押したりいましたね。押し、あ、誰か話しかけてくる。いや、あら、ももちゃん先輩。あ、先輩じゃないんだけど。お前に聞きたいことがあるんだけどよ。今いいか。ごめんね、ももちゃん。これね、本当にね、毎回このね、入ってくる、横入りしてくる人を断るのすごいなんか心苦しいんだよね。そっか、じゃあいいや。じゃあな。そして優しいんだよね、ももちゃん。そっかって言われたらなんかちょっと切ない気持ちになりますよね。そっかって言われたら。ごめんね。あしたりさんは関西出身ですよね。ん、そうやけど。違うって。あれ、関西出身じゃないよね。あれ、オッシーってエセ関西弁じゃなかったっけ。うん、普通。お好み焼きもたこ焼きもおかずやからな。へへ。あと一家に一台たこ焼き器はあったりとか。わあ、そんな感じします、ね、なんやその驚き方は。自分家で作るたこ焼きは美味しいんやで。お二人さんはたこ焼き作るのうまいんですか。ふん、よう聞いてくれた。協定のレギュラーメンバーが絶賛するくらいの腕前や。ほう、すごいですね。うう、食べてみたいです。ほな、今度食べさせたるわ。あ、それはデートの誘いということですね。え、てかさ、オッシーさ、関西出身やっけ。そっち気になりすぎてさ。ほんまや。すいません、私勝手にエセ関西人だと思ってたんですけど、出身小学校が関西なので、でね、評定にどっか中等部からか入学してきてるので、出身は関西らしいです。なんか私なんか勝手に伊達メガネのエセ関西人だと思ってたんだけど。違ったね、ごめんね。おし、一応関西弁はちゃんと関西弁でしたね。そういえばこの間、ひよしくんから聞いたんですけど、おしたりさんってテニスの天才なんですか。あほ、なんでや。天才っちゅんは富士みたいなやつを言うんや。謙遜するんだ。俺は自分で自分のことを天才やとは思てへん。かっこいい。え、どうしてですか。自分エジソンのことは知っとるやろ。天才とは
99% の努力と 1% のひらめきだっちゅうやつ、うん、はいはい、あれな、要するに努力が 100% のやつは秀才で、うん、つまり秀才はどれだけ努力しても天才にはなれん。天才は 1% のひらめきがあるから天才なんや。おお、なんか納得させられた。あれってそういう意味だったんですかと俺は思うとる。うん、持論ですね。あらら、そういう意味で俺は自分を天才やとは思うとらん。俺は 1% のひらめきには頼らんのや。うん、でも私にはやっぱりおしたりさんは天才に見えますよ。そうやって自覚できるところが天才の証なんだと思います。終わり、ここ結構上がったな。おしたりいるかな。おしたり、あ、ガックンの噂を聞こうかな。おしたりいなさそう。あ、じゃあガックンに噂を聞きますね。多分おしたりのことだと思います。ムカシさん、お、ちょうどいいところに。ちょうどいいところに。え、何ですか。俺ちょっと用事があってよ。手が離せねえんで、こいつをお前から勇士に返しておいてくれ。え、ラケットを。頼んだぜ。じゃあな。もういきなり。あれ、このラケット名前が書いてある。剣や押したり、押したり剣や。あれ、押したりさんって勇士の勇士って名前じゃなかったっけ。押したり剣はあの押したりのいとこですね。あの四天王寺にいる押したりのいとこです。お、まだいたか。いやいや、さっきのそんなすぐ帰ってくる。向井さん用事は。いや、それが行ってみたらもう終わっててな。だからそいつも俺が返しとくよ。お、いいのに返しとくのに。はい、それもいいんですけど、これ押したりさんのラケットじゃないんですか。ん、なんで。だって名前が違ってましたよ。押したり剣やって。ああ、そいつは勇士のいとこの名前だよ、うん、確かこのラケットはいとこと交換したやつだって言ってたっけ。今回ね、あの四天王寺はこの対象キャラクターにね入ってなくて、剣也くんはいないんですよね。いとこ。ああ、あいつには同い年のいとこがいるんだよ。へえ、四天王寺の3年生の押したり剣也です。あ、押したりくんいましたね。一応みんな見るっていう。押したりくん、あ、押したりさんは見回りに行くんですか。ああ、そうや。私も一緒に行っていいですか。ああ、かまへん、行こうか。暗いですね。まあ夜やしな。足元気付けや。はい。じゃ、早速。どの足だ。あ、頭に何か。どれ、じっとしとき。何や、蜘蛛の巣か。え、蜘蛛？大丈夫や、蜘蛛はおらへん。巣が絡みついただけや。今とったる。ちょっと近づいてきた。動いたらあかん。余計絡みつくからな。そんな絡みつく。はい、ほら取れた。もう大丈夫や。 ありがとうございます。まあ俺が足元に気ぃつけ言うたから気がつかんかったんやろ。半分は俺の責任。いやいや、そこまではないですよ。あ、いや、私の不注意ですから。けどお嬢ちゃんの慌てた姿、なかなか可愛かったで。お前やっぱ毎回こう口説きにかかられますね。もうやめてください、からかうのは。こんなんね、ずっとね、あの合宿中に言われ続けたらもうそれは好きになっちゃいますよ。本当にずるいな。9時、もうこんな時間か。そろそろ部屋に戻ろう。あ、ここで、7月29日が終わりますね。そろそろ。そっちは何か変わったことあるの。終わろうかな。ひな、あ、違う、間違えた。そうね、滝とか廃村とか、廃村で合ってるこれ。
見つかったけど他に今は特にないかな。こっちも似たようなものね。離れ小島とか無人の漁船があったけどそれだけ。お父さんどうしてるかな。そうだね、この島のどこかにいるとは思うんだけど。うん、でも心配ばっかしてても始まらないって。そうね。それよりどう、何か進展した？進展って何が？またまたとぼけちゃって。ほら、気になってる人がいるって言ったじゃない。またその話？いいからいいから。別に何もないって。あ、そうだ、いいこと教えてあげる。いいこと？そう、本命の人だけじゃなくてその人の仲のいい人に話を聞くと新しいことがわかるかもしれないよ。これがあれですね、さっきの噂っていうところになります。結構なんかだいたい氷堤学園とか同じ学校とかね、仲いい人とかのところに噂が現れますね。仲のいい人って、あんたは誰と誰が仲がいいのかを知りたいの？まあ、結構ね、原作を知ってる人だったら仲いい同士がわかりやすいかな。いやもうこれだ、気になってる人が知ってるからわかるんじゃないかな。だったら向井さんね。そうそう、聞いちゃったしね、よく言うじゃない。ほら、小を陰と伏すれば、なんだっけ、小を陰と伏すればまず馬からいいよって言いたいの？そうそう、それそれ。まずは手近な人から情報収集よ。そういうとこはしっかりしてるよね、彩香は。でも気をつけてね、馬を居すぎて馬に好かれちゃわないように。いや悪いなその言い方はどうかなと思うけど。気にしない気にしない。それじゃそろそろ明かり消すよ。うん、おやすみおやすみ。